まさかまさかの集音機動画第5弾はい、ネック式バンド型集音機徹底的に紹介します。いくぞ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さん、こんにちは。この挨拶久しぶり、監督ラボの監督です。今回はですね、案件動画というわけで、紹介、はい、というわけでですね、久しぶりに商品紹介していきたいと思います。今回紹介しますのは、こちら。ネックバンド集音機。はい、監督、過去にですね、こちら、2万円、3万円台の集音機となっております。そして、こちらと、こちら、ジンハオさんから提供していただきました集音機となっております。こちらに関しては、1万円以下で買える、比較的低価格な集音機となっております。というわけでですね、なんと集音機紹介動画5個目。今回は他の集音機と比べて、ここがおすすめだぞというポイントを紹介していきたいと思います。参考になっていただければ幸いです。開けていきたいと思います。ちなみにパッケージはですね、こういった形の薄型なものとなっております。オープン。はい、まずいつもの取扱説明書。スマートで健康な生活、すべてですね、日本語仕様と、しかもなんかちょっと可愛い感じの文字になっておりますね。お水待ちです、お水待ちです、ナビのお水待ちです。はい、では行きましょう。はい、ではこちらでございます。ネック式バンドというわけで、今回初めてのタイプですね。はい、こちらが本体となっております。あとは本体を充電する USB イヤーチップ、そしてお掃除ブラシ、そしてこれは何でしょう。取説にも書いていない付属品ですね。では早速設定をしていきたいと思うんですけども、イヤーピースはまだ付いておりませんので、これからやりたいと思います。こちらにセットをしていきます。はい、付け終わりました。こんな感じです。お、柔らかいです。めっちゃふにゃふにゃです。これはいいかもしれない。あ、ほぼ重さを感じません。そして左側は何も書いてなく、右側にスイッチ系ですね。そして、はい、ここを開くと USB の差し込み口がこれですね。開封したばかりなんですけども、こちらこうペリペリペリと剥がすことで、はい、使用できる環境になります。このパーツが付いておりまして、これをこうすることによって遊び期間が短くすることができる、こういったものもついておりましたね。はい、というわけでですね、今回紹介していきますのは、電池交換不要 USB 充電式ネックバンド集音機 JH-TW40、 こちらを紹介していきたいと思います。集音機なんですけども、5台目というわけでですね、この集音機おすすめな部分を監督厳選で4つございます。またお水かい。今回紹介します集音機、どういうところがおすすめかと言いますと、自宅でもお出かけ先でもどこでも気軽に使えるふりかけスタイルが売りの集音機となっております。口しゃっこい。はい、個人的にですね、その地下鉄ね、人がたくさんいる中でイヤホンをつけようとした時に、もしくは外そうとした時にボロあというシーンが怖くて、ワイヤレスイヤホンはなかなかつけれません。また移動中、ワイヤレスイヤホン怖くてつけれません。まあ、最近のね、イヤホンはちゃんとね、落ちないようになってるかと思うんですけども、やはり不安が常に生じる環境、脱着を繰り返すと紛失する恐れもあります。またポケットに入れておいた後に、ない片方だけでは使えないワイヤレスイヤホン、嫌ですね。今回はまあ集音機なんですけども、こうやって首掛け式にすることによって安心感が段違いですね。ちなみにこちらの集音機、マグネットタイプになっておりまして、パチッと、つくことができます。こういう感じですね。こんな感じでつけることができます。なので本体を落とすなんてことはほぼほぼないかと思いますので、紛失する恐れは限りなくゼロかと思います。はい、ではですね、今回の商品特徴を監督で4選にまとめてみましたので、順番に紹介していきたいと思います。まずは1つ目、2つのモード切り替え。今回の集音機には標準モードと、またお水かい。ちょっと。そんな水分足りなかったのか。改めまして、今回の集音機には2つのモードがついております。標準モードと高性能ノイズ低減モード。まずは標準モード。一般環境下で使うモードでバランス柄となっております。もう一つの低減モードは騒音が発生するところで使うモードです。騒音の中でも会話をよりクリアに聞き取りやすくしてくれます。
はい、というわけで、マイクの穴が本体にスイッチが集まっているところのこちらでございますね。小さい穴があるかと思いますが、こちらで相手の声を集音、周辺の騒音は小さくしてくれて、はっきりした会話環境を作ってくれる集音機となっております。続きまして2つ目、省エネで電気代節約、80時間連続使用可能というわけで、充電式タイプの集音機となっております。約3時間の充電で約70から80時間ぐらいこちらを連続使用することができます。めちゃくちゃすごいね。日常会話、通勤、電池切れの心配はほとんどないかと思います。充電なんですけども、ちょっと見てみましょうか。この USB の充電ケーブルを仕込み口、このちょっとくぼみがあるところから爪で開くと差し込み口が見えますので、この USB の差し込みに、はい、端子の部分ですね。はい、こちらはですね、お手持ちのアダプタでできますね。 USB タイプ、こちらをつけて接続をしていきます。そうしますと、オレンジが充電中、グリーンになると充電が完了の合図となっております。はい、3つ目、シンプル操作、音量調整は5段階、まあ集音機というわけで、特に高齢者でも簡単に使いやすいシンプル操作になっております。ボタンはこちら、電源ボタンと音量の上下のみ。右左に関してはイヤホンのところに R と書いてますので、 R はライトなんで右ですね。でこちらで設定、また水かい、おい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 、水分補給しすぎてプクプクになっちゃうけど大丈夫？ちょっとつけますね。こちら、はい、つきました。このような感じになっております。電源ボタンはですね、機能ボタンというものを長押しします。はい、こちら3つある中の真ん中のボタン、こちらが機能ボタン、電源ボタンとなっております。長押します。お、ピピ、お、聞こえますね。ああ、音がちゃんとクリアに聞こえております。で、この電源ボタンを3秒間長押しますと、ピッピッピッと音が鳴ります。そして電源を切る際は、この真ん中のボタンをまた3秒以上長押します。ピッピッと消えました。こちらのマイク、あ、声が、あ、ネックバンドということで、こう触ると音が鳴りますので、お気をつけください。なんかステージにいるような感じ。どうも皆さん、こんにちは、監督ラボの監督です。というわけでですね、プラスマイナスと大きく書かれております。音を上げる、下げる、一番最大マックスにしてもめちゃくちゃでかいっていうわけではなく、いい感じで調整されておりますね。手元でですね、あ、ちょっと大きすぎるな、小さすぎるなっていうところであれば、上下どちらかで音量を上げたり下げたりすることができますので、本当にシンプルに追求されております。続きまして4つ目、おしゃれデザイン、快適な装着感。まずですね、ちょっとびっくりしましたのが、こちらめっちゃ軽いです。もうほとんどかかってないもん当然、わずか 13.3g という超軽量、1日装着してもついていないと思うぐらい軽いです。そしてまだこの見た目ですね、明らかに集音機に見えない、まあ、よくあるこういうネック型バンドと同じようなデザインとなっておりますので、すごいもう柔らかいです。こんな感じで波打つこともできます。逆に曲がることもできるけども、基本形状はこういった形となっております。というわけで、こちら首にかけても全然苦ではありません。これは何なんでしょうね。あ、これさ、これ耳につける部分のこれか。説明書には載ってないんですけども、絶対こうですね、これですね。耳からずれないようにするためには、こういったものをセットすることで装着感とビジュアルが変わります。今使っている限りハウリングはですね、まだ1回もしていませんね。はい、というわけでですね、今回は USB 充電式ネック式バンド集音機紹介させていただきました。まずもう1回改めておさらいしますと、この集音機めちゃくちゃおすすめの点はですね、柔らかい、そしてかけていることを忘れてしまうぐらいの軽さだったということ、そして操作がめちゃくちゃ簡単、電源ボタンもこの真ん中のボタンを3秒以上押す、消す時も3秒以上押す、そしてプラスマイナス、こちらなんですけども、説明書を見ますとですね、こちら6段階まで調整できますね。すぐ使う時はですね、マグネット式になってますね。パチッとつけることで、さらにですね、紛失することがなくなります。はい、というわけで今回はジンハオさんの J80TW40 というですね、集音機を紹介させていただきました。この監督ラボでですね、自分がおすすめしたいものですとか、あとこういったガジェット系などをですね、徹底的に紹介しておりますので、もしよければチャンネル登録をしていただきますと幸いです。また一つのいいねだけでもめちゃくちゃ励みになりますので、ぜひよろしければグッドボタンお願いします。というわけで、集音機シリーズ第5弾となりました。果たして6弾目は来るんでしょうか。こうご期待。はい、というわけで監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。5個目というわけでですね、紹介してきたので、こちらの他の USB 充電層の中でもオレンジが、はい、というわけでちょっとこのままいこうと思います。はい、あとはじゃあアップだね。